独学の画家フィンセント・ファン・ゴッホ。ゴッホは遠近法や解剖学の書籍を読み、著名な芸術家による版画を模写してデッサンの訓練を積んだ。色彩理論を学び、感銘を受けた芸術家の思想や画法を取り入れる。その貪欲さと柔軟さがゴッホを進化させていった。ゴーギャンから記憶や想像で描くことを勧められると、ゴッホは椅子だけの肖像画を完成させた。肘掛け付きの優雅な椅子を描くことで、いつもそこに座っているゴーギャンの人物像を表現した。自ら命を絶つその日まで、ゴッホはデッサンの練習を繰り返し、技法を磨くことに貪欲だった。彼は妹にこんな手紙を書いている。君は理解してくれるだろうか。音楽で慰めの言葉を語ることができるように、ただ色彩を配置するだけで詩を語ることができるということを。ビジョン。